こんにちはくんです。ということで、今日もね、50人クラフトやっていくわけなんですけど、今日はね、パート1企画として、50人でまずは寝よう。50しましょう。50人で寝てみた、やってみたいと思います。まあ、一瞬で終わりそうな企画だね、これ。ただ、50人で寝るの意外と辛いからね、多分。みんな寝たとか言って寝てないやつ絶対に始めるから、すげえ土木作業員の格好してる。今日はね、50人で寝てみるのと、あと、ついでにネザー行こうか。ネザーがついで。まあ、ネザーゲートの位置はね、またちょっと、ファントムファントムさんがやめてやれやめてやれ。ということで、もう時刻もね、深夜の2時半ですよ。もう眠いので、チタンハウスにね、50個ベッド、トミーお前外寝か。50個ベッドがあるようなので、もう早速ちょっと寝ましょう。襲ってくるんで、みんなもう寝なきゃダメだよ。はい、寝てください。チタンハウスみんな555。入って。みんなで寝ようぜ。外も寝れるから、ちなみに。外も3、4人寝れます。で、上もね、多分寝れる場所あるので、こいつ寝づらそうだな。こいついたらこれ寝れねえんじゃねえの、ここ。あ、寝れるのか。すげえな。寿司する、タコ部屋状態。労働者のタコ部屋って感じになってるぞ。もうちょっとサムネだな、ここ。ここの方がまさにサムネって感じがする。この画面内に寝れるだけ寝て、寿司詰めで。まだ寝れるっしょ、これ、トミー。多分。まだ寝れるんじゃね？みんな寝ていいよ。殴ってくんな、いちいち。よし、オッケー。オッケー、サムネこれひどいな。これひどいな、50人で寝てみた。じゃあみんな起きて。朝だよ。朝だよ、みんな起きて。みんな起きてね、朝だよ。オッケー、行こうぜ。よし、みんな行くぞ。寝てない人いるね。いや、それ俺が寝てないよね、まず。え、本気で寝たい？あ、じゃあ寝るわ。はい。じゃあ本気で寝る？本当に寝る？寝るとこ撮りたかっただけなんだけど、俺。俺寝てるよ、俺。全力で寝よっか。みんなねんねしよう。もう。ねんねの時間だよ。はい、ねんねの時間だよ。俺予想、2分半かな。いや、1分半かな。うん、俺予想。はい、全員寝てね。全員寝てくださーい。50人全員寝てくださーい。ちょっと早く寝てくれないと困るんで。全員寝てくださーい。あ、すげえ！俺プロだ、やっぱ。俺やっぱすげえ。俺やっぱキッズのね、こう、キッズ回しのプロだ、俺。俺今ストップウォッチで測ってたのよ。1分31秒。やばくない？ああ、やっぱ、だいたい分かってきたな、もう。もうそれ4年5年だもんな。いや、1分30秒ぐらいかかるかなと。やっぱ寝るの難しいんだよね。結構高等技術なんで、全員やっぱ50人で寝るのって。高等技術っすね。すごいね。くん来て見せたいものがある。何ですか？はい？なんだ？はぁ？やりやがったな。武器庫作るか。ネザー行く前に。なあ、マリオ。武器庫作ろうぜ。武器庫。この意味不明施設は何だ？ここ武器庫にするか。これにする？それか。このタワーにする？このタワー何がしたいタワーなんだ？何がしたいタワーなんだ？武器庫にするか、これ。武器庫って感じじゃないよな。ログハウス、完成したので報告だけしておきます。なんで微妙になんかちょっと優秀っぽい感じだな。トミーもキャラ違うね、なんか。なんだ、ハマス。どうしたの？何？何？どうしたの？喧嘩？ああ、もう喧嘩になる、そうやってすぐ。すぐ喧嘩になるんで、そうやって。喧嘩になる、そうやって。喧嘩両成敗だ、喧嘩両成敗。このクロスボウの弓の威力を試してやる。あ、死んだ。あ、処刑場作るか。あの、ネザー行こうって言ったけど、その前にやることあったわ。あの、処刑場作ろうぜ、なんか。マグマ持ってきて、マグマ。なんか祭壇作ってさ、そこで処刑しよう。あ、てか、この上がいいな。この上から落として殺すか。あー、グッドアイディアだ。
じゃああれだな、ハッチが欲しいな。トラップドアと、よしみんな集まれ。ファマスの処刑しようみんなで。粛清だ粛清。あートミーいいね、トミー待っててくれたか。ここ処刑場にしようぜ。なんかレッドストーン回路とかあったらバチってできるよね。これレッドストーン回路とかあるか。なんかポチってボタン押したくね。処刑ポチって。あの日本の死刑ってさ、罪悪感を抱かないようにさ3つボタンを押すじゃん、3人分。ちょっとあのレッドストーン頼むわ。これはちょっと面白いな、これはおもろいな。あー用があった、ご苦労。もう資材の回収すらさせないから。レッドストーンちょっと一つじゃ足んないかな。ありがたい、ありがたいんだけど、ちょっとレッドストーンとスイッチが欲しいかな。一つや二つでどうにかなるもんなのかこれ。オッケーオッケー。どうしたの。あーそれか、ありがとう。でもそんなにたくさんは。あーでもせっかくだし、なんか下からも捉えたいよね、その勇姿を。ここから、あどうした、そんなたくさん。俺回路技師になるの。俺そんな大掛かりなものとは思ってなかったけど。僕録画しましょうか、頼む。じゃ下からの角度は頼むわ。これやばい。せーのポチって押すのか、ここ。凶悪な施設ができてんな、なんかこれはひどい、これはひどいね。処刑場の準備が整いつつあるな。何が作りたいの、くんさん開始で。あーそのボタンポチって押したら、まあ、どのボタンを押してもそこのなんかハッチがカチッて開くようにしたいかも。50人で処刑場作ろうぜとかふざけてるな。あーいいねいいね、その感じでいきましょうか。よし、じゃあみんな集合だ、50人全員集合だ。ファマスはね大丈夫、連れてくるから。ファマスは俺が責任持って連れてくる。みんなここに並んでくれ。じゃあ処刑のボタンを押したい人は誰だ。ファマスに日頃から恨みがあるやつ。言い過ぎだろ。なんでそんなにいるんだよ。はい、チタンとトミーだな、じゃあ。OK。あとはみんなここで見ててくれ、こう囲って。こうみんなで。みんなで囲って見ててくれ。俺もボタンを押してくる。トミーとチタン、上に行こう。他の人は全員下ね。おぱいちくんも下だよ。よし、じゃあ。他の人下に行ってくれ。下で見ててくれ。よし。準備できたぞ。最後にじゃあ。最後にこのひまわりをやろう。おい、トミー、昆布をくれてやれ。最後にこれだ。ひまわりと昆布だ。じゃあ行くか、チタン、トミー。あー、いいね、いいね。あー、いいね。いいね。あー、いい配慮だ。じゃあ、残念ですが、別れの時です、ママスくん。お願い、お風呂に入らせて。お風呂に入らせて。ダメだ、ダメだ。そんなの認めない。よし、執行！押せ！いいぞ。俺もお前らのタイミングで押す。トミ、執行だ。ポチ！トミ、執行だ。ポチ！やったな！俺たちのマインクラフトが帰ってきたぞ。俺たちの昆布文明の、これ恵みの雨だ、恵みの雨だ。俺たちの勝ったんだ、よかったな。これで魔女狩りも終わるはずさ。なんだこいつ、なんか幽霊、なんか見える、なんか変ダメージ食らうんだよね。なんか幽霊かな、なんだろう。あ、なんかモンスターいんのこれ、モンスターいんのか。なんか幽霊のダメージ食らうんだけど、なんだろう。まあダメージ食らうね、まあ、下降りようぜ。もうなんかだ
じゃあ処刑もしたし、ネザー行きますか。ダイヤ装備？わかんない。知らないよ。知らないよ。そんなの知らないよ。あー、え、これ何してんのこの人たち。この人たち何やってんの、もう絶望じゃん、ここ。下の死体組何やってんのこれ。絶望じゃねえかよ、ここ。これこそ地獄だな。やべえだろ、マジ、ここ、なんか。ここなんか死ぬだけだぞ、マジ。死ぬことすら許されないみたいになってるよ、ここ。死ぬことすら許されんわ。相当あるぞ、弾、持ち物。次に向かうかも、いい加減。ネザー作ります、ネザー。で、ネザーでね、ある程度生活できるようになってほしい。村人とか連れてって、みたいな話を聞いたので、できればネザーでね、生活できるぐらいのレベルで、ちょっと遊んでみたいかなと思います。で、ネザーのね、作る場所なんですが、なんだこいつ？なんかみんな見えるか？なんか透明な、なんかうっすら見えるけど、影だけ見えるな。誰だろう？なんだろう？影だけ見えるぞ。このね、用途不明のこの灯台をね、まあ、農業をしてる間に作った人がいたので、まあ、この灯台の一番上をね、ネザーゲートの入り口にしようかなと思います。ここをネザーゲートの入り口とする。ここだね。ここの一番上を。かっこよくね、なんか、ネザーに通じるもんみたいな感じで。なんかすげえことになってない、ここ。ほとんどこれ、おい、どうなってんだ、これ。制作者誰だよ、これ。おい、どうやってここにネザーゲート作ればいいんだ。ダメだな、これ。つぶやどうしたの、つぶや大丈夫、いじめられてる、また。つぶや落ち着いて、つぶや、おいつぶや、つぶや気を取り直せ、気を確かにしろ。それはただのメイドだ、ただのメイド、つぶや、これ大丈夫だよ、大丈夫だ、落ち着こう。リスキルされるメイドに、メイドがリスキルしてきた、こいつじゃね、なんかなんだこいつ、何やってんだこいつ、なんでつぶがいじめられてんの、なんでつぶがいじめられてねえか、これ殺人罪じゃない、これつぶがこれ殺人罪か、これ起訴するか、これ起訴するんだったら、これまた処刑の方法考えなきゃいけないぞ、次回。これ処刑じゃないか、横領してる、あれするか。ファマス、また次ファマスの処刑するか。次またファマスの処刑から動画のオープニングにしよう。この52サバイバルはオープニングに毎回処刑から始まることにしよう。なんかこう、そうだな、ネザーでベッドで爆破するっていうのとかどうだ。ネザーでベッドで爆発させる。それでいこう。はい、みんなネザーゲート上で開くぞ。みんな。もう遊んでる場合じゃないぞ。遊んでる場合じゃないよ。ネザーゲートの材料って誰か持ってたっけ？なんか、相当あったよな。そう、着火剤持ってんのか。なるほど。着火剤持ってるアピールとして俺に火をつけなくても大丈夫だよ。一応わかる。見せてくれさえすれば。あとあれか。黒曜石。あ、もうあるじゃん。GM9 が用意してるぞ。おー。全員ちょっとあれするか。全員集まれ。ちょ、どいてくれますか。これ3でできるんだっけ。3、2でやりたいな。ちょっと足りないぞ、3、2だら。3、2。あー、ちょっと待って、置かないで。あと1個だ。よし、開くぞー、門が。さあ、開いていいぞ。おー、行くぜー、乗り込めー、いいぞ、俺らの初ネザーだ。乗り込めねー。え、めっちゃ落とされよる。おいおい、乗り込めねえぞ、これ。これみんな乗り込めてないんだけど。オッケー、ネザー行けました。開通。あー、おばいちー、俺も死ぬー。おい。どうする、ネザーである程度で生活できるようにっていう風にさ、一応コメントにリクエスト来たから、もうちょっとそのリクエストに全部答えていきたいよね、できれば。あと処刑方法もリクエストで欲しいな。
じゃ次の罪人の処刑方法だ。結構やばくない？結構上じゃね？生活できるようにするためには。あれ、トラクロ？トラクロじゃん。トラクロ何やってんだお前。行こうぜハマス、助けて。何があった？ネザーゲートの前にベッド置いたやつはバカなの？やばいでしょこれ。おいおい死ぬぞこれ。とりあえずベッド置いたバカ誰いるぞ。なんでベッド置いたんだよ。ベッド置きやがったか。あ、でもいいね。丸石でとりあえずこう、作っていく感じだね。いいね、いいね。ベッド密告どうぞ。誰ですか？ベッド置いた犯人を密告するやつがいるらしい。そいつ処刑だな。じゃあ次。次の冒頭処刑人だな、そいつ。誰だ？あの、ダイヤフル装備着て処刑だぞ。言っとくけど。トミーがファマスをベッドで追い詰めていました。ってことはファマスか。ってことは、ってことはファマスってこと？置いたのは。トミーがファマスをベッドで追い詰めた。ってことは、ファマスがベッド置いた。なんで裸で土下座してんだよ。裸で土下座するな。うわ